ハロー YouTube! こんにちは、相川です。今日はですね、9月の21日、外は雨ですね。昨日から降り続いてる雨で、今日はもうバイクに乗れないかなという感じです。今日はセブンの新商品を紹介したしながら朝食を食べたいと思います。まあ、バイク飯ですね。新作なので、まあ、紹介がてら食べてみたいなと思います。じゃん、こちらです。一つ惣菜パン、新作になりますね。新商品ですか、新発売になってますね。フォカッチャバジルになります。昔似たようなのが出てたと思うんですけど、このバジルの乗っけてる穴っていうんですかね、これがね、もうちょっと少なかった気がするんですよ。まあ、それが増えて、まあ、よりバジルの香りとかね、味が濃くなった、ちょっとイタリアンっぽい惣菜パンなのかなと思いつつ買ってみました。もう一つはこちらですね。ワンダの極め焙煎香ですかね。こちらも新商品になってましたので、一緒に食べたいと思います。あとはまあ、ゆで卵と、といった感じですね。じゃあ食べてみたいと思います。はい、こちら。で、こちら。こちらですね。はい。それとね、9月のもう下旬になりましたね。さすがに、寒いですね。ちょっと鼻水、鼻声になってるかもしれない。はい。あとは、おとついバイクに乗ったんですけど、高速料金の支払った、タイムスリップしてきた人の動画ですかね。あれ、笑っていただければ嬉しいですね。それでは、手も拭きましたので、いただきます。さてさて、まずフォカッチャバジルから開けてみましょうか。いやいや、コーヒーをついだ方がいいですか。ね、これはね、振らずにいったそうですので、振らないように、多少はこうやってね、中を混ぜたいと思います。まあ、振らないようにすればいいみたいですね。コーヒーの中でもワンダはかなり好きなメーカーというか、銘柄なんですけど、それの新商品、極めですね。極めでもね、いろいろ出てるはずなんですけど、よく飲んでました、昔。それの新作になるみたいです。あ、ちょっと濃いですね。やや濃いめのコーヒーになるみたいです。ちょっとコーヒーから先に。若干甘い感じはしますね。コーヒーの味しっかりしてます。極めなんでね、好きな味ですね。そんなに、なんだろう、薄い感じもなく、あ、これね、香りって書いてありますけど、そんなに香りはしないな。やっぱりね、何本も飲んでるんでね、違いはやっぱちょっとわかるつもりですけど、もうちょっと頑張ってほしいかなっていう感じですね。普通の缶コーヒーですね。厳しめにいっちゃいます。はい、次、新作の惣菜パン、フォカッチャバジル、いただいて思います。これね、チーズも入ってるので、まあ、イタリアンっぽい味なんでしょう。ああ、まず最初にバジルとチーズのダブルパンチですね。ドーンときますね、やっぱり。これはちょっと楽しみ。こんな感じで。はい、なんかね、カビみたいですけどね。これね、色がちょっと悪いですね。色がもっと、ね、綺麗に発色してくれてたらね、美味しそうなんですけど、ちょっと動画で見ると、カビじゃないのって言われそうですね。じゃあ食べてみたいと思います。
大体こんな感じ。中には何も入ってない感じですけども、チーズとバジルが入ってる感じですね。チーズはね、チーズとバジルはこう表面だけなのかな。食べてみます。どうやって食べるんでしょうね、これからですかね。うん、あ、うん、うんうん、柔らかいピザっぽい。うんうん、あ、バジル好きはこれはたまんないかもしれない。うん、チーズもね程よく効いてますし、うんうん、これは行きたいね。これはどんどん行きたいね。あ、うんうん、パンはね、程よくふかふかで、こう表面にチーズが乗っかっていて、こうバジルがワンポイントになってると。うん、あ、これは朝食にいいね、合うね。うん、あ、うんうん、こんな感じで今日も一日スタートですね。うん、うん、ちょっと甘めですね、やっぱりね。ちょっとですけどね。はい、とりあえずね、こちらは後でゆっくり食べたいと思います。朝食はね、少しですね、いつもね、食パン1枚とまあコーヒーもこれぐらい飲んで終わっちゃいますね、大体ね。こんな感じで、ひとまず、ごちそうさまでしょう。こっちはやや甘めで、まあ美味しいですね。こっちはバジルも、非常にね、バジルが効いてて美味しかったです。最後までご視聴ありがとうございました。